先月31日、山本太郎参議院議員が園遊会の場で天皇陛下に手紙を手渡したことをめぐり、山本氏は参議院の議員運営委員長らに対し、こんな騒ぎになるとは思わなかった、などと釈明した。参議院の議員運営委員会の理事会では、山本氏の行為について共産党の理事から、常識を欠いて不適切だが、懲罰までには当たらない、という意見が出たものの、国会議員としてあるまじき行為で、参議院議員としての品位に欠ける、という点では与野党とも一致し、山本氏本人から事情を聞くこととなった。岩木委員長らによる聴取に対し、山本氏は、こんな騒ぎになるとは思わなかった、などと釈明した。山本氏、園遊会で手紙を渡すということがルールに返しているということは、自分の中で意識がなかった。理事会は、来週、改めてこの問題の対応について協議することにしている。先月31日、山本太郎参議院議員が園遊会の場で天皇陛下に手紙を手渡したことについて、1日、閣僚からは批判や懸念の声が相次いだ。下村文科省、議員辞職ものだと思いますね。これをもし認めれば、いろんな行事に、天皇陛下に対して手紙をお渡しするということを認めることになる。まさに政治利用そのもの。古谷国家公安委員長、国会議員として常軌を逸した行動ですよね。また、谷垣法相は、山本議員のあのような行為は、天皇陛下を国政に引き込んでしまうのではないか、などと懸念を表明した。山本議員は先月31日、園遊会で、原発問題に関する自身の見解を書いた手紙を天皇陛下に手渡し、侍従長がそれを預かった。山本議員は、失礼に当たるかもしれないが、自分の気持ちが勝ってしまった、などと釈明している。